ポリスの2回目ですが、もう私にとうとう木の葉っぱ切るの伸びてしまいました。それは約束は違うね。最後はちゃんと来ますよ。本当はバチンコ屋になりたかったんですけどね。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。本日はいつもお客としてます。どんどんバリバリ、どんどんバリバリ。今バチンコ屋もどんどんなくなってってるんですよ、実は。ほら、三島の駅前のね、あの8億でしたっけ、何億でしたっけ。あ、みんなね、修練寺もね、パチンコ確かなくなった。昔湯ヶ島にあれもありましたからね、ほら、マルハンじゃなくて、なんだっけ、あー、富士港じゃなくて、なんかありましたよね。なんかあった、静岡の方で、なんかさ、あのパチンコの CM なの、ウクレレ弾いてるお姉さんがいるんですよ。 ABC だっけ、 ABC だっけ。あれがね、ちょっと今人気なんですよね。知らないでしょ、多分静岡の CM で。元 AKB かなんかの女の子だと思うんだけどね、ウクレレでね、弾いて。そう、最近ね、ウクレレが流行ってるんです、静岡行くと。で、さっき言った通りね、ウクレレミモリーズっていうのもあるんでね、あの、また機会があったら。あれ、やってる曲変わんないんですよ、ウクレレになったからといって軽やかになってるわけでもなく。あら、振られるものは振られるんですよ、ウクレレなのか、ギターになろうが。で、それがあの、占い様がもう非常にあの、分かってることだと思うんで、楽器を変えたかって運命が変わるわけじゃないよ、君たちみたいな。ってことで、暑い中、2回目のステージに行きたいと思います。曲なんだ、ガニュードガニュード。いや、暑苦しい沼津ガニュードブルーということでね、海辺の歌です。あの、海辺といってもね、あの湘南とかじゃないですよ、もっとお魚臭いとこです。港ね、うん、神奈川県でも岬みたいなとこかな。ここら辺で言うと、タゴか。タゴ。タゴとか。少なくともあれだよね。アラリとか。江ノ島じゃないよね。波乗りは出てこない。いや、基本的に田舎の漁港でしょ。だからあの歌詞では鳥羽一郎、鳥羽一郎に怒られちゃったこと言ったらね。海の男よ。いや、うち漁師じゃないんで、あの。じゃあ行きますか。まずガニドブルース。いきますね。学校近くで狸山を見上げて育った親にはここで漁師、おふくろは網を編んでいた。生きている今日も午前4時鮮魚トラックが走り始めた。この海で獲れた魚を都会へと運ぶ毎日。岩乳洞の街で俺は家の家に嫁いだ。
生まれた子供のために死ぬほどを働き続けた巌流島の街で俺は生きている我が子が大人になって都会へと働きに出たやがて地の心なしをついてこの地に戻ってきた巌流島の街で俺は巌流島ブルースって味があっていいと思う。味があるけど、これはあの忍耐力との戦いですよね。違うって言うんだよ。だけどこれがなんかあの30分続いたら多分巌流島だと倒れてくるんでしょうね。ってことでね、ちょっと